ヘアサロン、コモリ。ヘアサロンコモリ始まりました。さあ、本日のお客様、トンツカタン森本さんです。お願いします。よろしくお願いします。いや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 。回しそうで回さないっすね。あれ、ね、前回来た時は、フリーの美容師として、ね、活動しますという芸人辞めたみたいな芸人辞めてフリーの美容師の前回からですね、はい、で思ったより予約してくださる方が増えいまして、すげえ。で、そうですね、ありがたいことに僕的には結構来ないというか来づらいんじゃないかなと思ってたら、うん、全然もう皆さんガサツにどんどん予約してくださって、ガサツとか言うな、そういうの気持ちですよね。ありがたいことに予約してくださいました、うん、あの森本をカットした人もいたんでしょう、はい、そうなんです。なんとこの間ね、あのここでやったトンツカタン森本カットをする方がいました、はい、まさかだよね。そうですね、正直なんかちゃんとおもてなしもしました。その曲を森本さんのエミネムのルーズがセルフバージョン、何ちゅうもてなし角だよ。だからそういうこともできるんですよね、意外に。なるほど、ね、そこは自由が利くので。そうか、お店じゃないのでならではだね。そうです、あんな不快な曲をずっと言うとリピート。なんてこと言うんだよ、不快な曲とか言うの。あれをリピートですよ、あれをノンオンリーオンリーです。いや別で曲出してるし、はい、ねそっちを織り交ぜながらでいいんじゃないですか。そんな、なんて独立たち、もう一個はメルズで Can't Say。 それと2個リピートですが、シミチリピートかあんま変わんないですよ、それやったところで。だからそういうのですごいやっぱ喜んで帰ってきました、うん、写真とか撮ったりで、あ、じゃあ本当昔からの森本さんファンなんだなと思って、うん、いつから好きなんですかって聞いたら、うん、フワちゃんから好きになりましたね。思ったよりの最近ではありましたけど。まあね、そういう人多いですからね、ありがたいことに。今度はあの、うん、グラデーションシャツもなんか用意しといて、うん、森本カットした方には。で最後やっぱグラデーションシャツも着て写真撮りたいなって思ったんで。一番森本に近い状態で、はい、それもだからぜひあの、うん、あれはもう売ってないじゃないですか、多分。売ってないです。あんなものは。あんなものとか言うな。だからあれをぜひ入手したいですね。その、はい、何、森本カットだけにとどまらず、はいはい、その森本の曲を流しながら、はいはい、でいずれは最後グラデーションシャツを着て写真撮影。でも精神だけはディズニーなんですよ、ね。最高の最高のおもてなしを。夢の森本の国だ。森本が邪魔だな。なんであのパネル森本さんヤフオクで出してたんですか、はい、あれを買って最後ディズニーだな。ディズニーすぎるんだよな、ね、こんなことまでしてくれるんだのエピソードがどんどん溜まっていくね。そうですね、なんかそうやってできることが広がるからやっぱいいですね、ちょっとずつ。それに匹敵するつもりかつもりかって言われて、長いのなとかつもりかって言われてもどうなんだ。まあ、さてはするつもりですね。なんでだよ。芸人で言っても西野さん以来のウォルトディズニー声を狙ってますね、正直。その声を狙うのはいいんですけど、はい、その森本で超えようとしないでもらえます。なんでですか、みんなそれぞれ西野さんのキャラクター作ってるじゃないですか。いや、それはそうです。プペルとかあるけど、はい、もうありものなんですよ、しかも。いや、だからあのプペルのゴミ人間、うん、こっちツッコミ人間。何でも突っ込んできて、みんなからもうちょっと邪魔者だって。そんな男が立ち向かうっていう。しかも実在の先輩なのよ。森本さんのそれこそエピソードとかは話しますし、うん、話すんだ。特別エピソード、うん、特別エピソードなんてないだろう。結婚式で黒いネクタイしていくカニーナ黒に近いグレーな。ダメですよ、グレーでも。何その白でもない黒でもないみたいな。いや、白でいいんですよ、結婚式は。
そういうのも織り交ぜながら、そうだな、はい、そういうなんかメニュー、それこそ昨日、はい、水泳サーガールお笑い大好き JK、日の一番に水泳サーガール、いや水泳サーのがいやすごいけど、ね、先ですよ絶対僕の中で、はい、僕の中での水泳サーのあれって結構高いですから、ね、あ、そうだったんだ、はい、いやまあまあ素敵な番組だからね、はい、うん、水曜日はもう水泳サーって僕のルーティンですから、意外だね、はい、木曜日も木のやつ見て、はい昨日髪の毛を切りに来てくださったんですよ、すごいね、ちゃんと予約サイトから、僕ちょっとびっくりしました、その予約のサイトだとポンって入るんですけど、あ、予約入ったなと思って、奥森さつき、奥森さつきってなって、え、いやいや、え、嘘だと思うんだよ、ね、ハンドルネームというかね、いや、そうですよ、うん、そしたら本当に来てくださって、すごいね、すごかったですよ、それも YouTube 撮ったの、いや、もちろん撮ってないです、ああ撮ってない、お願いしようと思ったんですけど、うん、もうそんなの忘れちゃいました集中してたら、そうか、はい、もう心ここにあるというか、 YouTube のことは、そうですね、え、どうやってあの森本さんのゴールデンタイムが出てくださったんですか、あ、言っても事務所がそのスターダスト大きいとこじゃないですか、うん、だからなんかね、簡単にじゃあはい回すよなんて言えないじゃんか、そりゃそうよ、そりゃそうよ、ゴールデンタイムっていう YouTube チャンネルは、はい、まあ、割と正式にそのやってる人がオファーしてくれてっていう感じだね、皆川のこの前ツイッターのプロフィール見たら、はい、そのこのイギリスのチャンネルを iPhone で編集してますって、はい、書いてあって、ちゃんとそんなこと書いてるんですか、ちゃんとそう、iPhone、そんなこと書くな、恥ずかしい少しでも大変だよって気をつけて反対運動として、いや伝わったよ、それはその SOS を伝わったから今こうやって言ってるあ、よかったです、うん、それはちゃんとちょっと今初めて聞いたので戻させておきます、はい、そのプロフィールは、そうじゃないんですよ、それ聞いた上でパソコンを買うになるんですよ、普通は聞いた上で分かりました、プロフィール戻させますよ、ごめんなさい、それはボー君だからやってること、ボー君、クレヨンしんちゃんのキャラクターみたいに、いや、ボー君ね、それボーちゃんかはい、それこそ森本さんも、はい、お疲れ様でした、何がですかそうか、いっぱいあるのか、まあまあ、そのね、ドラマですか、ドラマです、 ありがとうございます、はい、生きるとか死ぬとか、父親とか、はい、もうこれはボケそうだったないボケそうでしたね、はい、もうないです、はい、終わりましたね、はい、無事に終わりました、お疲れ様です、ありがとうございます、僕も本当に途中まで本当楽しく見させていただいて、途中まで最終回こそちょっと見逃してしまいました、なんでなんだよずっと見てたじゃん、はい、びっくりですよ自分でも、なんか最終回気づいたら終わってなんでそんなことになるの、なるんですかね、うん、なんか帽子が途中で変わってませんでした、ニット帽に、帽子、そう、ちょくちょく変わってたね、あれはキャップの時もあった、渾身のということでいいですか、森本さんの渾身のということで、いや、僕渾身じゃない、スタイリストさん渾身で、森本さんの渾身のではないわけですか、そう、僕だけ自分で選んでないから一緒なんか急にニット帽でなんかね、うん、謎の笑かしにかかったなと思って、いや、一人も笑かしにかかってないから、僕は初ドラマ、私終わりましたけど、どうでしたか、はい、はい、あ、まだ何も言ってない、相槌が2個早いです、はい、ね、いや、まあ、とにかくその慣れない現場で、はい、なかなかこうご迷惑をおかけするかなと思ってたんですけども、はい、まあ、すごいスタッフさんとかも、まあ、もちろん、はい、迷惑かけてましたけど、かけてね、一つも一つもは嘘かもしれないけど、はい、いや、その現場の雰囲気がめちゃくちゃ良くてね、
その主演の吉田羊さんとか田中みな実さんがすごい温かい空気を作ってくれたからこそすごいこう緊張もほぐれて、はいはい、あのドラマデビューとしては最高の現場でした、はい、で今後も何かしらできたらいいなと思いますね、はい、ドラマ仕事は、はい、でももう一個ね看板じゃないですけど、はい、森本といったら近田っていうのが一個もうねできましたから、まあそうだといいですけどね、はい、あ、もうあの演技は最悪でもできるんだっていうその俳優としてはあれ、はい、うん、あれで売っていくわけじゃないですか、もちろんその作品で、まあそうですね、だから PR にもなればいいかなと思うんですよ、もうあれで、はい、ちょっとあれはどうなったんですか、その近田っていうのは、その、うん、近田のアフターストーリーないよないよ、近田のアフターストーリーなんかないから、最後は普通にやっぱり死んじゃったというか、うん、死ぬか回収じゃないんですか、死ぬか死ぬとかをなんで全部力が背負わなきゃいけないいや、だって誰も背負えないですもんか、みんな大事な、ちょ誰もその、はい、元から亡くなってたお母様とかを覗いたら誰も死んでないそうなんです、ね、そう、だから帽子のこととかも結局多分回収されてないから、伏線じゃねえよ、だからその映画版とかでもしかしたら、うん、なんかある多分つながるんだろうな、まだみたいな、ザ・ムービーないだろう、だってゴジラとかなんかキングギドラとかも最終的にゴジラやっぱ死ななくて、うん、冷凍でとかぼかして次につながるんで、うんうん、どういうね、今ゴジラと同列で語ったの力を、いやそうです、力ってもう3文字ってことしか合ってないよ共通点、それこそ近田のね、そこからオールナイトニッポンとか始まりだした、うん、始まるか、そのラジオつながり、じゃあ演者じゃねえんだって期待はむずいって、近田のオールナイトニッポンで今日そうなんですよ、その前からお願いしてたで何その近田、うん、お願いしてた、はい、まあまあこうファンもいらっしゃったと思いますし、ぜひそのね、ちょっと近田をここで回収じゃないですけど、いや貼ってねえってそもそも、いや、そう、近田のまた、うん、もう少し近田を見たかったとか知りたかった部分もあるじゃないですか、その近田をのプロフィールまでその深くは知れなかったじゃないですか、言っても、うん、好きな食べ物とか、ね、お休みには何やってんだろうな、知りたくねえって近田、知りたい人いました、いやあんただけだっていや違います、近田にお熱なのその期待にちょっと応えてほしいなと思って、うん、どうすればいいんでしょう、ちょっとその、まあ、今ベースカット終わって、うん、この編集でもうまいことやるんで、うん、まあ、力さんがちょっと来店されたじゃないですけどいやその、あのさ、大してその違いないというかいやそんなわけないです、なんかその声色変わるとかもないですし、もうあれ森本なんですよ、近田というか、いやいや、それはもう、ここ絶対勝てた、いやいや、それは本当にない、ぜひ、今日はちょっとファンのためにちょっとでいいね、ちょっと後輩のちょっと、たわごとだと思っていいですか、頼みだと思ってならいいけど、たわごとだったらやだよ、やりたくねえよ、たわごとだと思ってすいません、いいですかね、これちょ、これで買います、そんなの被ってねえよ、あ、です、ね、じゃあ、一回ちょっと外に出てもらって、僕ら談笑してるので、いやー、疲れた、遅いね、遅いですね、妹さん、はい、はい、あ、すいません、はい、え、あ、すいません、あ、すいません、ここ今、美容室で、はい、あ、ここ使ってます、この後ちょっと待って。はい、ちょっといいですか、はい、めちゃくちゃ笑ってるし、あとごめんなさい、ここ今美容室で、まあ、意味わかんないんでちょっともう一回やっていいですか、ちょっと全員下手です何が、力早く入ってください、ちゃんと全員下手だから、何がですか、急に何言ったそうだからあんま笑っちゃダメじゃん、絶対
不審者入ってきたら笑いのエンジンもありますよ。笑えないじゃん、その不審者入ってきたらピリつくだろ。はい、佐藤。遅いね、森本さん。遅いですね。最近、多分30分ぐらい遅れるっぽいわ。あ、そんなに、うん、はい、いや、はい、はい、あれ、あ、すいません、あ、すいません、今ちょっとあのこの後予約入って、あ、どうしましたでしょう、はい、髪切れます、今、はい、髪切れます、髪の毛ですか、髪の毛です、あ、予約はしてないんですけど、はいはい、あ、今、はい、すいません、飛び込みで来たあの近田と申します、あ、近田様、はい、あ、じゃあまあそうですね、ちょっと次の方遅れるみたいなんで。あ、本当ですか。はい、ちょうど空いてるんでよかったら。え、じゃあ今から僕髪切ってもらえるんですか。あ、はい、大丈夫です。飛び込みで来たのに。はい。え、やってくれるんですか。あ、まあそうですね、今、はい、空いてるんでやります。え、さすがっすね。え、いや、さすがっすね、はい、あの、いや、さすがっすね。どういう感じというか、近田が、これぞ近田っていう感じの髪型が、はい、あ、ごめんなさい、名前の漢字を今聞いたんですけど、はい、はい、これぞ力じゃなくて、あ、髪型の漢字じゃなくて、あ、ごめんなさい、これはしけさすがじゃないっすねこの勘違いはなんか終わったしそうだな。お仕事とかなんか、はい、今日土日ですけど、はい、お仕事、放送作家です。え、放送作家ですそうなんですか、はい、あ、テレビとかそういうのですか。あ、ラジオを中心に。あ、ラジオ中心にやられてる方。あ、了解です。髪型なんですけど、うん、はい、どんな感じにしましょう。これぞ近田っていう感じの、あ、なるほど、髪型ができればなって思うんですけど、まあ、ハットを中心とした髪型、はい、ハット中心、ハット軸の、これはだって、え、今日のファッションとか今日ですよね。これで合わせちゃったら大丈夫ですか。大丈夫です。あ、近田なんで。あ、じゃあ切りますね、これ、はい、じゃあ外しますね。え、あ、外します。あ、すいません、これ外す、カットするんで、はい、ここな、はい、外さないとってことで、あれどういうことですか。何がですか。あ、帽子外さないといけないのでじゃあ出てる毛だけ、すいません、はい、ちょっと上もやりたいので近田さん、近田さん、ありがとうございました。はい、カット。監督、ありがとうございました。これで、あの、皆さんの、うん、近田の疑問だったりっていうのが、何も解決しねえだろプライベートっていうのが、はい、全部ちょっと変でちょっと嫌なやつってだけしか分かんねえだろこれで解消できました。いいのか、こんなこと。ありがとうございます。